すごくない？あ、でももう買っとるね。会えて嬉しいです、本当に。うわ、すごいね。そうやね。はい、始まりました。平塚智恵の、福岡グルメツアー。本日、司会を務めさせていただきます平塚智恵でございます。よろしくお願いします。お願いします。こちらがあのグルメコメンテーターの正樹さんでございます。どうもよろしくお願いいたします。はい、お願いします。今日は一体何を俺が司会しちょっと、ということでですね、本日はあの今屋の、はい、今屋のハンバーガーというね、福岡、あ、そうですよ、ここ一押しポイントね。なんと今回のハンバーガー屋さんね、全国3位らしい。もっと驚いた。すげー、何調べじゃじゃーん、着きました。今屋のホットドッグ屋さんは西公園のこの中にありますから。あ、そうなんすね。白々しい。今ナビをつけてここまでやってきたのに。初めて来た、この西公園。来たことある？え、今夜な、言うて。俺逆に待って、クソ遠いんじゃね。え、待って、いや、ありそうなところがまずここやろ。うん、俺も次ここやろ。俺絶対、俺ここな気がする。11時から開店で、今もう残り20分ぐらいしかないのに、30分から1時間前に並んどかな、もう行列ができるらしいんよ。1時を過ぎるとね、うん、売り切れたりするらしいけ、今大戦国ホットドッグ時代なのね。実はすごいね、福岡市の中とは思えんぐらいさ、緑が豊かよね。どう、お腹空いてきた？いや、微妙やね、まだ全然空いてないね。あー、帰りは今日食べたカロリーをあそこで全部消費できるな。絶対的にこれ無料駐車場や。え、ほんと？うん、ほんとや。なんで俺たちわざわざ有料に止めてきたん？二つ道があって、多分下だ。うわー、やばいな。これが列多すぎやろ。嘘だろ。こんだけ列ができとうってことは今日空いてますよ。空いてるな。え、このさ、列の終わりはどこなん？見えんな、マジで。よっちゃけ先頭まで行ってた。え、本当にこれがその列なんか。いや、でもそれは確かにちょっと怖いな。すごくない、この列。一応動画撮ってるってバレたら恥ずかしいんで小声なんですけど、これが今日のハンバーガー屋さんです。で、現在仕込み中らしいです。あ、でももう買っとるね。11時開店の10分前とかないけど、もうすでにこんだけ並んどったらね、相当広いな、こうやって見ると。今で何分？20分だいたい20分ぐらいかな。20分くらいだね。20分で3歩進みました。マヤハンバーガーの歴史はどうやらマクドナルドが日本上陸と同時期に今屋のハンバーガーも開店されたそうで、その結果なんかホットドッグだからね、意見良くなかったらしい。で、試行錯誤の結果、コッペパンにハンバーグをサンドするという独自のスタイルのハンバーガーが生み出されたらしい。なんかもうちょっとさ、面白そうに話してる。声の良さが足りんわ。声の良さ、うん、最初から。あ、途中からでいいよ。途中から、もうね、ない。もう情報ない。情報終わった？今ので終わり？終わり。じゃあ、あの、何、今屋のおじちゃんが宇宙人っていう設定があるらしいんで、じゃあその設定の話しては。宇宙人の設定やろ。あ、全国3位とはっちゅうのあるわ。ほんと。あ、宇宙人についてもあるわ。あ、宇宙人について。じゃあ宇宙人について。あ、まあ、今屋のハンバーガーの今崎克美さんがなぜ宇宙人と呼ばれているのか。なんで毎回それな。あ、なんかそんな感じらしい。宇宙人さらわれたみたいな、なんかそんな経験があって自分と宇宙人って言い始めたらしいです。なんか見て、このアングル、カップルみたい。きついな。カップル系チャンネルやった。汗だくの野郎二人が。ついに直線ラインに来ました我々。あの神が。この森の神か。
いやでもあとちょっとよ、見えてきた。なんと驚きの最後の一人になりました、うん、やばい、奇跡やな、奇跡や。まさかな、最後の一人になるとは思わんよな。いや、からまだこれから、いや、いやこれはないやろ人数分揃いかどうかってまだ怪しいところやもんあ、でも見て、人気ナンバーワンはさ、フランクエッグチーズらしい。ああ、そうなんだ。ナンバーワン、ツー、スリー近いと思うね。なんとですね、もう売り切れで、まあ最終日の僕たちは売り切れで、フランクエッグチーズしかないらしいです。残念。ハンバーグ食べてみたかったけどね、あのハンバーグ。そうだね、うん、会えて嬉しいです、本当に。待ってくださいね。はい、じいちゃん、今おいくつなんですか？集中しないから。あ、すいません、集中しないから職人芸よはぁ、そうですね、もう10時から並んだ方が安牌かもしれないですね、ほんとね。アピールしてます。 OK です。はい、ありがとうございます。崩してあげて、イエイ。 OK です。え、いいんですか？あ、お願いします。うん、ほんとね、フランクが売り切れてる。ウインナーサンド、フランク売り切れたって。やっぱここら辺がやっぱ人気やね。人気やね、うん。はい、できましたよ。はい、400円ですね。あ、400円って、はい、ウインナーが400円です。はい、熱いですよ。はい、ハンバーグも少し入れてます。ありがとうございます。嬉しい。いただきます。ありがとう。どうする？いやー、想像の100倍はハードな100倍ハードなホットドッグです。来たぞ。なんと待ち時間3時間半3時間半はやばいよな。やばい。開店11時の10時50分に来てね。今何時？ちょっと時計見して。15時3分長い。そしてこれがなんと売り切れ最後2個っていうね。これマジエンターテイナーやったやろ。いや本当に。これすごいな。よかったよね。いやすごいな。これが YouTube パワーいやー、ほんと、ちょっとこんなドキドキするとは。いや本当に、ちょっと開けてみて。綺麗にいきたいね。これがね、もうね、おじいちゃん最後やったっけさ、うん、いろんなの入れてくれたんや。うわ、すごいね。マリモのやつ全部入れてくれたいやこれベースはエッグウィンナー、うん、そうね、そう、エッグインないけど、エッグインないけど、一番最後焼きってことで、フランクフルトの切れ端とハンバーグ と全部入れてくれた。すごいな。卵も入っとくない？あ、エッグインない。そうかそうかそうか、ね、おー、こっちもそっね、そうやね、そうやね、エッグインない。うわー、でもなんかいいね、逆にこのさ、なんこの残りもんちゃちょっと言い方あれやけどこのなんかね、オールスター感がいいね。いや本当、逆に最後じゃない、食べないオールスターで。これあまりもうね、服があるって感じ。この景色を味わいながら食べましょうかね。いや、本当良かったです。もうお互い良かったです。もうちょっとヒヤヒヤしてる。いや、あの感じもうラスト1個やったじゃないですか。いや、そうですね。僕が見せますわ。見てください、これ。これ出来たてですから。いや、今やのバーどうしよう。どうすな。いいですか。いいよ。いただきます。でっか。
うめえ。うん。まあいつもはうめえスタンスなんですけど、ああ今回はちゃんと食レポしてますわ。ああ真面目に見て、ああ断面図でいい。いいよ。まあまあ言うまい。ね、見て、はい、このひょこりごちせ、これミンチと、どれ、あ、はいはいはい、ミンチとこれギャベツ入ってる。うん、野菜って卵にウインナー、あハンバーガーやろ、うん。やばいわ。なんでもない。でね、なんかパンめちゃくちゃサクサク。あ、本当。で中のね、ああからしがね、うん、めちゃくちゃ効いとって、うん、俺はめちゃくちゃ好み。本当。で味めっちゃ濃い。ちなみに俺たちはダーティーホットドッグ中のを作ったことがあるけど。ああ伝説の。ああキャンプといえばダーティーホットドッグ。うん。やっぱまあこうつけがたいかな。つけがたい。うん、まあ、もうちょっと焦がしてもいいかもしれない。パン。ってのはもう嘘です。はい。ああ最高でした。はい、ああよかったよかった。美味しいです。はい、じゃあよかったです。じゃあどうぞ食べてください。今屋のハンバーガーいただきます。トンビ怖いんやけど、トンビの声が鳴り響くトンビの声。もう言わずもがな。やめろその手は。楽しんでる。サクサク感と。え、からし結構効いてない？結構効いとね、すごいね、ツーンとくるよね。むせるかと思った。そう、でも中の味が濃いけんさ、うん、で、なんかかつさ、うん、あのキャベツがいいね。座るところはね、いいね、これね、うまいわ。うん、並ぶ価値あるわ、これ。さすがね、ハンバーガー、うん、ホットドッグ全国3位の感じあるね。うん、で、これで400円。そうよ、これで400円。最初は400円だったね。そうそう、ここともう一つ六本松ってやつがあって、六本松のね、方は700円ぐらいするな。確かそう、こっちの本店だけ500円ぐらい大の、いやすごいよ、もうボリュームやばい。ハンバーグが、うん、最初ワンチャンこれ冷凍かなと思ったよ。あ、うん、ちゃう、違う、めっちゃジューシー。あ、ほんとね、なんか見た目的にはね、うん、ちょっと冷凍感、なんか冷凍感あったよね。そうそうそう、これさ、スーパーオールスターやん。スタンダードのおすすめ、ちょっと気になるね、どんなにするか。そうやね、うん、うまっ。やっぱさ、出来たてっていいね。そうやね、これね、全部出来たてでその場で作るらしいよな。うん、それがやばいね。まあ、その分3時間半待ったんやけど。いや、これは確かに3時間半待つ価値あるな。おじいちゃんがね、目の前で作ってくれるっちゅうのがね、確かにね、まだ最高のスパイスやな、これが。確かにそれはある。あのフレンドリーなおじいちゃんがね、うん、せっせく作ってくれたこの出来たてのホットドッグっちゅうのがいいね。いいね。ああ、マゴマ、3時間半待ったけど、お腹のすき具合が一周回ったってあんま空いてないけど、うまいもんな。トンビなんかな。えぐい。いやいや、えぐい。回答になってたんよ。ん、俺トンビなんかなって聞いたらえぐいって言う。はい、大変おいしゅうございました。ごちそうさまです。何がどこなんか全くわからんな。てか、どっちかというと工場地帯寄りやな。ごちそうさまでした。あれは、あのワンちゃんの名前はももちゃんらしいです。あそこに寝そべってるのは店主のおじいちゃんです。よし、手洗って帰ろう。はい、はい、ということで、全国ホットドッグ3位、ハンバーグ3位、ハンバーガー3位、3位か。そう。全国ハンバーガー3位。ってことはさ、よく考えたら福岡ナンバーワンってことだよ、多分。そうやね。福岡にハンバーグ、ね、ホットドッグさんがそんな有名ならちゃうけど、ここ以外知らんもんね。知らんね。うん。考えたら福岡ナンバーワンホットドッグ。ハンバーガー。ああ、ハンバーガー。ハンバーガー。難しいな、マジで。そこが一番難しい。見た目ね、本当に。そう。いや、でもな、ほんとな、3時間半待ちの苦境。そして、
目の前で売り切れるかもしれないというドキドキのエンターテインメントからの、うん、まさかの最後俺たち2人2個だけ2個だけギリギリ直前、そしてこの美味しさ完璧やったな。福岡グルメツアーこれで完す一軒で一軒で一軒で大満足ということで、次回は北九州市の方にある面白い場所に行きたいと思います面白い場所それはそう、グルメだ、グルメです。あ、グルメ、いえグルメじゃありません。いや、グルメ寄りの グルメ寄りの施設かな。あ、なるほどな。はい、次回もお楽しみに。バイバイ。おーい。